皆さんこんにちは、塩止めはじめです。今回は電子レンジと間違われがちな電車について紹介しましょう。東急2020系って実を言うと E235 系とは別物です。今回はそのことについて皆さんに紹介をしていきましょう。東急2020系は E235 系こと電子レンジをベースにして開発されました。登場自体は2017年から後、一応実を言うと E235 系は若干後です。E235 系との共通点として VVVF やインテルといった感じで、露骨に E235 系と共通品を採用している部分がめちゃめちゃ多いです。ちなみに2020系っていうのは2000系の後継かと思いきや、実を言うとちゃんと理由があります。そもそも2000系って、東急2000系は東急5000系より古いですか。あれまだ東急5000系の続版とかそういう感じの方がしっくりくるかもしれませんよね。ですが、なんでこんな風に2020という形式名になったのでしょうか。理由は非常に単純で、なんか東急にとって2020年という年代はとてもおめでたかったからですね。実を言うと2022年に東急が創業100周年を迎えたり、他にはオリンピックが2020年にあるとか、あとは2020年を意識した電車という感じからか、実は年代的な意味で2020というのがちょうど合致して、番号的にもちょうど余裕があるから作ろう、おそらくそういう気持ちで作ったでしょうね。ちなみに車内についてもこんな感じで液晶モニターがいっぱい並んでいます。もちろんこれも米型に都内を一周するとある路線の電子レンジと同じですね。ちなみに2020系の派生系6020系についてはスカレンジみたいにドアウェイ以外は全部省略されてますね。こんな感じで実を言うと緑の電子レンジと青い電子レンジの違いもきっちり反映されるっていう、これは偶然か意図的かは知りませんが、一応こんな共通点もあったりしますよ。ただし違いもいくつかありますね。例えばドアのガラスが E235 系とは若干形状が違っていたりとか、内装についてもボケットが若干違ったり、あとは東急が気に入ってるかは知りませんがロングシートだけど接地が高いものとか、なんかそういう違いがありますよね。他にも保安装置が当然 JR と東急では全く別ですからね。 ATS 関連の部分についても違うかもしれません。ですが実を言うとこれ以外にも意外と同じと勘違いされがちですが、全く別物の部品もあるんですよ。次は特に勘違いが起きやすいところを重点的に紹介しましょうか。まず1個目は主連動機ですね。実を言うと E235 系と東急2020系の出力は全く同じ 140kW となっています。一見するとほとんど同じように見えます。ですが実は全く別物と言ってもいいですよね。 E235 系は MT-RQ という主連動機を搭載しています。おそらく多分 JR 設計の部品の可能性があります。一方東急は東芝が作った主連動機を採用しています。 TKM18 型っていう主連動機ですね。カタログスペックは E235 系と同じ出力ですが、なぜか E235 系とは違うんですよね。ただ一応可能性としては、東急自身これまで東芝から主連動機をもらうことが多かったんですよね。例えば東急5000系とかについても E231 系とかをベースにしながら、主連動機については E231 系で採用されている MT-DA3 とは別物、また東急でしたね、これも。ちなみにこの時採用したモーターは結構出力が高かったですが、今回はなぜかモーターのスペックが E235 系基準になっています。ちなみにそういうこともあって台車も E235 系とは若干違うものになってますね。その証拠として高速域では結構モーター音が若干違うものになっています。案外となんか結構主連動機のモーターを聞くと全くの別物っていうのは分かりやすいかもしれませんが、なぜか結構発車時のあのモーター音が全く一緒っていうことからかつい高速域まで一緒という風に錯覚しちゃいます。まあとはいえ登場当初っていうのは電子エンジンもまだ山手線でしか営業運転はしませんし、あまり高速域の走行を聞く機会はなかったんで、低速域中速域じゃあんまり下がりませんからね。だからこそこういう誤解というのが起きたのかもしれません。そして2個目は駆動方式です。実は私も最近まで気づきませんでした。なんと実を言うと東急2020系ってダブル駆動になっています。 E235 系は言わずもがな TD 駆動ですね。 JR 東日本大好き TD ドライブ、やっぱり TD の方がメンテナンスが楽ですしね。まあ、とはいえ新幹線についてはちょっとさすがに厳しいってことからかダブル駆動ですが、今現在は基本的に在来線だったら TD 駆動で十分な場合が多いです。ですが東急2020系何を思ったのか、東急史上初かもしれないダブル駆動をなんと営業に採用しました。もしかしたら特殊な試運転とかでこっそりとダブル駆動を採用したかもしれませんが、あろうことかなとこの電車営業として初めて採用しましたね。東急はこれまで例外なく TD ドライブで電車を全部作っていましたが、なぜか2020系で変更しました。変更理由については結構謎は多いですが、可能性としては TD ドライブ搭載時のとある爆音ですね。特に東急5000系とかで一部の編成についてものすごい爆音を立ててました。
爆音の原因については結構諸説がありますが、どうやら噂では TD ドライブで使われていた CFRP 製のカーミーター、これが原因だそうです。一応一部の編成だけって感じで、編成による個体差が結構大きいため、単にモーターの個体差の可能性もありますが、ただモーターとしても加速するときや減速するときだけ先ほど紹介したような超爆音を立てます。一応高速走行時だったらそんなに爆音は出ません。まあもちろんモーター音は大きいんですが、加速しているときほどそんなになんかすごい音は出ませんね。もしかしたらそういうところを解消しようと思ってあえてこういう風な変更したのかもしれませんね。ちなみに同じ TD ドライブでも東急5000系以外にも、実を言うと E231 系とか、あとは都営地下鉄の1300型とか、実はこういう系統のモーターが存在します。実を言うとこんな感じで加速や減速をする際に異常にモーター音が大きい編成っていうのは、実は東急以外の TD ドライブ搭載電車でも一部存在します。これはもしかすると TD ドライブの工作の都合上あまり良くない部品ができたらこういう風にうるさくなるとか、そういう共通点があるかは知りませんが、結構爆音の編成もいたりするんで、もしかするとこういう爆音を抑えるために駆動方式を変更したのかもしれません。ちなみに騒音対策で WL 駆動方式を採用した可能性っていうのはあります。東急2020系のモーターを聞いた感じ、今現在は WL 駆動特有の惰性走行時のモーターはあんま聞こえません。一般的に WL 駆動は惰性走行時にすごいガー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 モーター音が鳴る傾向あるんですが、なぜかなりませんね。普通こういう WL 駆動ってガーガー鳴るから、あ、これは WL だとか普通にわかるんですが、なぜか今回はこれがあんまりわかんないんですよね。ちょっとなんか異常に静かすぎてえって思うぐらいモーター音がおとなしいため、初見で聞くとこれ TD ドライブじゃないかっていう風に思うかもしれません。またさっきの主電動機と同じ発想かもしれませんが、加速を始める時の音が E235 系と全く一緒なんで、こういう要素をまた錯覚するようなモーター音に感じます。また先頭車についても実は結構違うですね。もちろん前面のデザインが違うのは当然ですが、それ以外にも大きな違いというのはあります。特に先頭車の一番前のドアの位置が若干違いますね。東急2020系っていうのは客室を十分に確保していますが、 E235 系は客室を若干犠牲にして運転手さんのスペースを大きくしています。もちろん東急田園都市線が横須賀線や総武快速線といった JR の路線より踏切が当然少ないということもあって採用されたのかもしれませんし、他にはホームドアの関連性、これもあり得ると思いますね。実際東急はホームドアを導入したいですが、ホームドアを導入する際にはなるべくホームドアは同一の位置に設置したいと思いますよね。実際これがきっかけで東京メトロの06系は速攻で消えちゃいましたし、07系についてもホームドアが結構柔軟に対応しやすい東西線に集約されました。東西線は今現在なんだかんだ言って E231 系タイプのドア、ワイルドドア、普通のドアだけど、ちょっとなんか窓の配置の都合上微妙に座席の間隔が違う特殊なドア、これらに全て対応してるっていう、まあある意味でワイルドドアがきっかけかもしれませんが、なんだかんだで丸く収まってますね。まあとはいえ一般的にはもうちょっとホームドアは小さく開くタイプのものが中心ですからね。基本的にはやっぱりなるべく位置は揃えたいはずです。だから従来の東武や東京メトロ電車を走る東急では、どうしてもやっぱり東急の都合だけでドアの位置を変えるのは簡単ではありません。さっき紹介した東西線も E231 系が少々乗り入れる以外はほとんど全部東西線と東西線の電車をベースにして作った東洋高速鉄道の電車を走るだけって感じで、実を言うと東急ほどは案外と路線の系統が複雑ではありません。まあ要するにこんな感じでホームドアの設置の都合上、やっぱりわざわざドアの位置を E235 系基準にすると先頭車のホームドアが問題になります。一応 E231 系と E235 系が共存した山手線では一応どっちにも対応するホームドアがありましたが、とはいえやっぱり東急の場合は特に7両編成の2020系的なものを走りますからね。このことも考慮して設計しようと思ったら、やっぱり先頭車のドアの位置っていうのはなるべく中間車と共通にした方が走りやすいですよね。このような感じ、実は中間車と先頭車の混在する位置でもホームドアが動きやすいような工夫というのもあるのかもしれません。理由は言えば気がないですが、こんな感じで先頭車のドアの配置っていうのが若干違います。どちらかというと東急2020系が中間車に近いって感じですね。 E235 系は案の定先頭車の一番前のドアっていうのが若干中間に寄っていて、ちょっとなんか歪です。むしろ結構歪だからか10号車を京浜東北線の E233 系と同じような感じにするとか、そういう工夫をするほどですからね。結果的に東急は乗務員室を若干小さくして、代わりにお客さんの客室を増やしつつ
ドアの位置も統一したって感じですね。ただその一方でやっぱり E235 系は運転手さんのもしものことに対応したりとか、あるいはもしもぶつかったとしてもある程度客室には衝撃が伝わらないようにするとか、そういう工夫が一応あったりします。ですが東急2020系はそういう E235 系に採用されたクラッシャブルゾーンのような工夫はありません。クラッシャブルゾーン自体乗務員室を基本的には広くする必要があります。実際これによって最近では E531 系の火災事故とか、あの時実は電車が車にぶつかりましたがその際脱線しました。だけど実際には脱線したけれど乗客や運転士に特に被害はなかったんですよね。だからこそこういう安全面ではさっき紹介したようなクラッシャブルゾーンをつけた広い乗務員室というのは結構有能だったりしますね。では東急2020系はどういう風にして衝突対策をしたのでしょうか。実は東急2020系自体も先頭車の構造を固い構造にしています。また先頭車と中間車の間に実を言うと緩衝器をつけたりとか、運転室の中にも実を言うと緩衝材を詰め込んだりとかで、ね、衝突をした時の緩衝材を機能させようとしていますね。一応こんな風に固い構造を採用しました。要するに E235 系は実際に物理的な空間を用意することによって干渉するのに対して、東急2020系というのは物理的な空間ではなく干渉材や、あとは先頭車の衝撃を吸収する材料の物質を入れる、こういうことによってもしもの時の衝撃対策をしています。まあ、とはいえ JR の方が簡単な構造でコストは安いですが、東急的にはこっちの方が良かったのでしょうね。実際田園都市線結構混んでますし、一部の電車については昔6号車が組み込まれていた8号車とか、一部の号車では椅子の数が若干減っていたりして、なんとかして定員を増やそうと頑張ってましたからね。先頭車は東急の田園都市世代ではそこまで混みませんが、コストはかかる分東急的には結構美味しい効果もあるみたいですね。すごい細かいかもしれませんが、実を言うとこんな感じで先頭車の衝突時の耐久性の確保、こういう方法というのも実は違うんですよ。このような感じで2020系と E235 系の大きな違いっていうのを3つ紹介しました。1個目2個目についてはまだわかるかもしれませんが、3つ目についてはすごいマニアックでちょっとこれは難しい話かもしれません。ですが実を言うとこんな感じで2020系と電子レンジって一見するとそっくりかもしれませんし、一応 E235 系をベースに作ったっていう風に言ってますが、実際は結構別物だったりするっていうことがわかりますね。というわけで今回のまとめといきましょう。今回は東急2020系と E235 系は全くの別物だってことを紹介しました。東急2020系って実を言うと E235 系をベースに作っており、 VVVF とかが全く一緒かか一見するとほとんど一緒という風に思うかもしれません。ですが実際は中身は結構違うものになっていて、モーターだったり駆動方式だったり、さらには先頭車の対処法だったりとか、結構実を言うと路線独自の特徴とかニーズによって変わってるんですよね。もしかしたらそういう変化かもしれませんし、単純に東急自身も昔からの東芝とのモーターの付き合いもありますからね。もしかしたらこういうことも関わっているかもしれません。ちなみに JR 東日本のモノマネ電車の中には本当にめちゃめちゃそっくりな電車も中には混じってますが、こんな風にモノマネしてるけど実は全然違うところも多い電車があるっていうことも押さえておきましょう。というわけで皆さん今回の話を聞いてどう思いましたか？もしよかったらぜひコメントを書いてくれると嬉しいです。コメントをする際はぜひクリビーというタグを書いてくれると嬉しいです。また面白いと思ったら高評価あったり、もっと鉄道のことを知りたい方はぜひチャンネル登録して私を収集していきましょう。このような感じで鉄道に関する新しい情報や未来の情報についても紹介していきますので、興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。というわけで今回はこれでお会いしましょう。おまけトークを忘れずに、バイバーイ。おまけとして滑舌が悪いという風にいつも言われますっていうことを紹介しましょう。私は結構滑舌が悪いっていう風によく思われますね。コメントでもたまに新規の視聴者を中心に何言ってるかよくわかんない、聞き取れないとかそういう風に言われます。もちろん単純に私の能力不足の可能性もありますが、やっぱりなるべくこういうのを抑えたいですよね。一応最近は喋るスピードを若干ゆっくりしたりとかそういう工夫もしてますが、とはいえ元が早口だけにたまに癖が早くなっちゃったりとか結構案外と難しいですね。一応私自身も音を確認しながら、あまりにもちょっと聞き取りにくいと思った場合にはその部分だけ新しく音声を取り直すとかそういうこともしてますが、やっぱりなかなかみんなに聞き取りやすい声というのを実現するのは容易じゃないですね。まあ頑張ってこれからもやっていきましょう。というわけで今回の負けは終わりです。